今夜から明日にかけてのお天気をお伝えしていきます日本海側中心に広く雪が予想されて強まるところもありそうですねそうですね特に今夜から明日にかけてというところでは、うんま、局地的に短時間に強く降ったりといった状況にはなりそうですはい、はいえー、まずは現在の状況から見ていきたいと思いますけれどもこちら十8時十分までの北陸以降の皆さんからいただいている、えー、雨と雪のリポートなんですけれどもまだあのー。 東北南部、北陸に関しては、青い幕の雨のリポートまだちょっと多いかなという感じがしますね。はい、でこちらの方が徐々に雪に変わってくるといった状況となります、えー。それではですね、こちらの方、これがですね、今夜21時の降雪量の予測です。うん、ですから、これ雪なんですね。はい、で、えー、この中でも、緑色のところ、黄色のところ、あとはあオレンジ、 紫というところに色がついてますけれどもでこの辺り、特に緑色よりも色がだんだん少し赤りになってきているところほど強く降るというふうに見てください、えー、これを見ると21時の段階ではあ東東エリアの方、それからあー北陸の方 の内陸部、こちらの方で黄色いところがありますから、これは1時間に6センチから8センチなので、かなり強い増え方といった状況となります。はい、でその原因となっているのは、こちら天気図の方を重ねてみますが、北海道はこの低気圧ですね。で低気圧が抜けた後、今度は、あ 今州エリアに関しては強い冬型になってくるということもあるのでそれに伴って雨のところも雪に変わって比較的強く降るというふうふに見てください。はい、でその後ですけれどもこちら降雪量の予測を見ていくとやはりです、ね、この北陸エリアですね、赤いところは8センチから10センチ1時間に降るような降り方になります。この状況がま朝ままではついてしまう。 でその後も午前中いっぱいは少し強めの雪の方が降りやすい状況が続くという風に見ておいた方が良さそうですはい、詳しい雪の予想はアプリ「ウェザーニュース」でもご確認いただけます。ぜひご活用ください